エンタコンチャーチームガムです。タカです。セイザです。バケツ。青いです。レレレのおじさん。せーの、ガムちゃんです。熱くねー。熱いなー。めちゃくちゃね。かわいい。まあな。あれあら、新しい帽子買ったの。そう、バケハ。お、バケハ、これが本当の。バケツハット。バケツハットです。そうか。なるほど。確かに形がね。でほんまにここから来てんのか。バケットハット。魔法が出ました。はい、さあということで今回は戦車。戦車はでも一番強いよ。まあ、いろんなツアーを、電車使うことなく、全て車で行きました。釣りになったら新幹線乗れるのやらというところで。頑張ろう。頑張っていきましょう。はい、あれにも乗りてえぞ俺は。飛行機にも乗れる。頑張ろう。はい、ただやっぱりお世話になったね。車をしっかりと感謝を経験付きしながら、もっこもこにしよう。はい、洗っていきたいなと、はいはい、思いますので、まあ、今日はね、お世話になった車に感謝をしながら、洗車をしていこうと思います。感謝、洗車。それではいきましょう。今回は洗車レディ。いけ。じゃあ、それでは早速、はい、あの室内に行きたいんですけども、はい、僕が飲んでたゴミを一回室内に置いて。もうそうだよ、もう結果的にこれ全部綺麗なわけだから。そう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 。まずはシート、あのこう下のね、これを全部取って、これまず天日干し。じゃあフロアマット天日干して掃除かけていきましょう。はい、うわ汚ね。先にこれ全部ひっぺり返してから汚ね。掃除めっちゃ飛んだ。あっつあっつ。ほうで、ここに座席あるね。サングラス出てきた。大勢やった、掘り出し位置や。しかもさ、レイバーに。かけて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 。俺ねよ、落としてそこにあったんや。あ、そう、落としてそこにあったんや。そうや。これも試さって。ウェルカムトゥー鹿児島のうちは。こう俺落としたやつよ。懐かしい。ウェルカムトゥー鹿児島。グリブや。グリブ。ギリ開いたけど。懐かしい。思ったらシートねえわ。さくらとグリブ。誰の？大きなゴミ見つかりました。見つかってねえよ。これ俺のゴミじゃねえ。これ何のところかのかな。この何？これどこにあったの？これは真ん中。一番そこの真ん中。ああ。そこ。で俺が見つけた。俺ずっとなくしとった。あ、それ。うん。あったんや。ずっと探してた。ずっと探してた。何に使ってたんだよ。これ脇に挟んで舐めるやつ。やってみて。舐めてみて。五、六、二。やってたわ。懐かしいよね。今日もこれ忘れた。言うとった。なくした。言うとった。なくしたと思った。よかった。これ誰で使えた。うわ、一色なくなってるわ。最悪。確かにな。うわ、俺五人の色で合わせた。茶色なかったな。もう一個ないわ。茶色ない。これ何やったっけ。これ何やったっけ。これあー、フルマ処理券。よし、やろう。じゃあ待機をこれちょっと天日干ししてきてや。オッケー。どうです。おい、頭おかしい。これしか伸びんとか言っとるけど。またちょっと待って。ここにこうやって引っかかってる。ここまでしか伸びん。これじゃ無理やんけ。アホなん。アホなん。じゃあ俺も怖い。お金。あ、ありがとうございます。おい、おい、おい、お、見て、うわ、すげえ。いきます。おまおまおお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 おあとここ欲しいかね。弱い。これはあの部員してきているようだな。誰か300円持ってねえか。よし、金融で借りてくるわ。先生これ9分
やばい。ケンスケさん9分の300円から25の8。1分いくら？1分いくら？だって掃除の良さって分かるの？掃除のあなたはいっぱい洗えることや。自分の汚れた心も洗うんだよ。はい、とりあえず待ってみよう。おー、行ったで、どっかで出てくる。おー、戻ってこいよ、これは。で、天日干し。天日干し。でも、脱水もできる。できる。でも、すぐ乾きたいけど。脱水してから天日干し。これ、脱水しようとするように置いといてるな。カップも大丈夫。フーフーってしとった方がいい。こんな風は2万年かかるわ。やばない。あー、入ってる。してたんですけど、それをもっとずっとやってたら今頃4億人突破してたなって自信あります。最近なんて地下入れてたんですけど、その時の自分の腐った思考を水に流したいよ。お願いします。いや今危ない、これ危ない、これ今高圧洗浄中やから、これいかつい、めっちゃ痛いで、これ時間耐えて、今せっかく水洗いしてるから、はい、それで一緒に水洗いしたいことちょっと言ってこい。ツアーを通して、ツアーを通して、ミルキーウェイの時のアクロバット、一回失敗してして、すみませんでした。噛んでんじゃねえお前、噛んでんじゃねえお前。ミルキーウェイのアクロバット失敗してすみませんでした。次は成功させてみせます。お願いします。マジで行くぞ。はい、パッパッパッ。次は頑張ろうな。まあみんなの水の流したいことも言ったし、みんな水もかかっちゃったし、まあね、車も綺麗になったしね、心も現れるよね。でも俺本当にありがとう、個人のやつやから、ありがとう、個人で。左手はリスペクトじゃないから、綺麗に洗えた。お動くね。あれあれが高圧の器用だ。高圧器用、怖い、やばいぞ、プレッシャーが当たる。俺に逆らったやつは全員チャビチャビのちょびんにしてやる。ヒゲも生えてきた、やばいぞ。あ、すっげえ、ここ持ったらめっちゃ滑ってくる。
やってほしい。お、見てる見てる見てる。片方じゃ無理やろ。ハンバリメリオンサーハンバリメリオンサーいいじゃん、そのままなんか水流したいことありますか。正直言えば、もう始まった、ダム結成した、あの頃を忘れてた1、2年間、その気持ちの自分を洗い流したい。いくよー、頼むよ、来い、いくよー、来い、いくよー、あーやばいやばい、これ待て、バカ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 、チンチン取れたらどうすんの、チンチン吸いやつ取れるやろ、やばい、台風45号が沖縄に向かって飛ぶネズミみたいに美しくなりたい、写真には映らない、載せれない動画があるから、さあ、キレになりました。超気持ちいい、超気持ちいい、めっちゃごちゃんちゃんです。なんか心もキレになったね。いや、やっぱ掃除っていうのは、あの自分のこの汚れも一緒に落とす、その行為、それが G 行為なんですよ、うん、掃除なんです、掃除か、掃除した G 行為、そうで、それが相乗効果になった G 行為、いや、ほんと9時15分9時15分目覚ましテレビ占いのコーナーです。今週の第1位は神様、あなた早くて立派なお父さんになれるよ。ありがとうございます。今日もワンコ、おー、来た、わおー、なんや、大塚さんやったんや、誕生日のことを覚えていますか。今日の芽生え、生まれたばっかりの葵くん、お父さん、もうちょっとミルク多めにもらっていいですか。はい、またね、お世話になると思いますけども、はい、次は冬のツアーかどうかわからないけど、はい、冬のライブに向けて、はい、今がとりあえずガムシャラツアーみたいなのが始まるみたいなね、うん、全国各地でガムシャラライブが会いに来てあるので、うん、遊びに来て、でね、夏本当にありがとう。以上、自分ガムシャラこの動画が面白いと思う、登録押して押して文字を書いてください。ぶった切ってお願いします。いざ自由へ来たでしょ。海の家オープンしました。私今日水に流したい話を、このままだったらほんまに